覚悟するのはどっちだ。何この力は。力が湧き上がってくる。ああ胸が熱いて、すっごく燃えるよ。どうなってんだ。花鶴さん、楽しそうなことやってんな。応援しましょう。ことを選ぶわ。てめえなつる。さくらの野郎とキスしようとしてやがったな。あたしたちを選んだんじゃなかったのかい。ちょっと待て、今それどころじゃ信じらんない。さくらさんたち逃げてったぞ。戦いより女の子にはキスの方が大切なのよ。そうよなつる、キスしたいのなら、うん、あ、キスでも私がしてあげるわ。男の人とはナツルさんに初めてあげちゃいました。キャー、お尻触られちゃった。これで一歩リードだね。いつものことよ。はしたないじゃない。近藤さんには言われたくないわね。私平気ですから。それはやばいって。白のケントさん逃げちゃいましたけど、かけたのは私たちのおかげですね。まったく、本当にあいつら俺たちがいないとダメなんだな。これから私たちどうなるんでしょうか。心臓ないですけど、先行き不安でドキドキしますね。そうですね。ま、なるようになりますよ。それもそうだな。ナツルは私を選んでくれたのよ。違います、ナツルさんは私。私だよね。本物の指輪がもらえるまでこれで我慢してあげるわ。本物なんていつまで経ってももらえません。だって私が好みのタイプなんですから。違うもん、私だもん。幼なじみは永久に不滅だもん。あ、月が綺麗だな。思えばこと神
ミオ、あなたはどうしてロミオなのですか？おお、腹切り虎、あなたはどうして腹切り虎なんですか？私たちは出会ってはいけない運命だったのでしょうか？次回、ロミオと腹切り虎番外編、動物たちの奇跡。ところであなたロミオじゃないですよね？リフ、そうです、私がキラブリライオンでした。おやすみなさい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。